院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント、夜つけるだけで良い超スピードホーム矯正、早晩会。開発者医学博士大口博士先生、相談会随時開催中。詳しくはウェブで。世界で初めて全身麻酔による手術を成功させたのはどこの国の人だと思いますか？実は日本人医師の花岡清舟なんですよね。国内では有名ですよね。それの話でね、ジープね、米軍が使ったジープね、はい、あのジープを発明したのは日本人なんですよ。意外と日本人器用ですね。器用ですよね。世界一です。世界で初めて。何でも一番なんです、本当はね。独創的だからでしょうか。他の国にあまり影響されずに。だけどね、今ね、スパイ防止法がないのでね、はい、全部真似されてます。流出ですね。はい、もう研究したものすべて流出してます。これ何とかしないといけないですね。もったいないですね。はい、もったいないと思います。ではなぜ清舟は麻酔薬を作ることを思い立ったんでしょうか。清舟は若い頃京都で医学修行をしてたんです。修行されてたんですね、うん、その頃清舟の読んだ東洋医学の書物には、欧州では乳がんを手術で治療するけれども日本ではまだ行われておらずですよ、皇族の医師に期待するというふうに書かれてたみたいなんですよね。あ、まだ家庭であるということですね。そうなんです、そうなんです。その本の著者は医師の長富独生庵でした、うん、乳がんを根治するほど大きく体を切るのは患者が受ける耐え難い痛みを解決しなければ不可能なんですよね。そうですよね。切って摘出しなければならない。大変ですよね、はい、そこで麻酔の方法の完成こそががんの医療を進歩させる最重要の課題と考えました、うん、そうですね。清舟は家族の書物を読破し、古く宋の時代から中国での鎮痛剤として、ね、用いられたんですね、はい、マンダラゲ、これは朝鮮朝顔と渦、はい、トリカブトですね、はい、事件ありましたよね。トリカブトね、ありましたね。に最も可能性があることを知ってですよ、はい、その2種を中心に処方を研究したんです。勉強されましたね。はい、しました。また薬剤の効果を検討するのに動物実験をしたというふうにも伝えられています。すごいですね。近年の研究によると、動物ではマウス、ラット、ウサギ、犬などに投与したときに主鎖、はい、主鎖によって効果が大きく異なり、人への投与量等の検討に動物実験が役立ったかは疑問とされていますね。それぞれ効果が違ったということですね。違うんです。そうです。したがってボランティアによる人への投与試験は非常に重要だったと考えられます、うん、そうですね。清舟の母と妻も投与試験に参加したという説があります。1804年文化元年10月13日、肝という名の患者さんへの手術が行われ、手術は成功したんです。この日にちまではっきりしているところが、すごいね、昔からカルテがあった証拠ですね。日本だけですよ。そうなんです、ね、大昔から文書で残して10月13日まで特定できるんです ね。源氏物語というのが、ね、世界最古の小説ですよね。はい、あの文字もしっかりして文章もしっかりしてたんですよ、日本は。そうですね。だからどうもね、そういう文化とかね、そういう技術とかね、そういうのはどうもね、はい、最近は研究で日本初だということが言われていますね。面白いですね。面白いですね。研究すればするほどね、はい、うん、しかし肝は手術から4ヶ月半後に死亡しました。はい、原因は乳がんの再発と推定されています、うん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 、しかしですよ、清舟が春林県で手術した乳がん患者ですね、はい、143名のうち術後生存期が判明するものだけを集計しますと、最短で8日、はい、そして最長は41年、はい、平均すればですよ、はい、3年と7ヶ月なんですよね。それにしても集計できるほどのカルテが残っていることに、私は個人的に感動しました。やっぱり、ね、全部
米軍と日本と戦争しましたね、はい、で米軍っていうのはあんまり文字に書けない人が多いんですよ。あ、そうですか。だけど日本の兵隊は一兵卒まで、はい、日記を書いてるんですよ。そう、識字率昔から高いですからね。そうですよ。それでね、米軍はね、感激したと言いますよ。もう180何人までこう細かい数字が現在集計できるということに感動しましたね。か、立派なもんですね。日本人はね、誇り持っていけなきゃいかんですね。そうですね。これは200年以上も前であること、外見から明らかに分かるほど進行した乳がんが主体だと推定されることを考えれば立派立派な治療成績と言えるんですよ。41年ですからね。すごいですよ。長い生存率で。はい。Thank you, Dr. Aguchi. Thank you guys for watching our video. See you next time. Bye bye. Bye bye. オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、グレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。ほら、ホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、